こんばんは、キッチンスタジオ獣医への木野恵子です。今日はですね、旬の、キュウリですね。だんだんね、暑くなってきて、キュウリがね、美味しい季節になってきますけれども、たまにね、こんなこう曲がりキュウリみたいの入って、大袋でね、お得用みたいなの売ってたりして、こうなるとね、美味しくなってきてるので、これをね、今日はたっぷり使って、このポリポリ感を生かしたね、箸休め的なね、サラダのようなものを作っていきたいと思います。で、今日はね、山芋もあったので、山芋と合わせたいと思います。きゅうりのね、旬のきゅうりはもうポリポリ食べたいですね。ね、曲がってて美味しそう。はい、じゃあこれをね、まずね、ちょっと洗ってからね、ヘタを落としていただいて、でね、たたききゅうりにしたいと思うので、これね、すりこぎですけれども、お菓子の綿棒とかでもいいんですけれどもね、瓶でもいいんですけれども、これで叩きます。叩ききゅうりの利点はね、味が染みやすくなるね。あと包丁で切るのとまた違った食感をね、味わえますね。こんな感じでいいでしょう。今日は袋ですね、袋に入れてきますが、もうちょっと手で割っちゃってもいいかな。こんな感じでね、大ぶりに手で割っちゃいましょうか、ね、これも美味しいです。ほんとポキッと折って、お漬物とね、サラダの間みたいな感じでいきたいと思うので、ね、こんな感じですね。で、正直ね、味はね、結構いろんなの考えられるんですけれども、例えば、塩麹でね、漬けたりとか、生姜の千切り入れてでもいいですし、お塩でね、漬けてもいいですし、ですね、こんな感じ。はい、じゃこれね、袋に入れます。この食感がまた美味しいのでね、今日はあえて叩きます。はい、で、長芋ですね。長芋がキュウリの半量ぐらいでいいかなと思うんですけれども、これもカットして、これですね、ちょっとね、皮を剥きます。こんな感じで皮剥きました。そしたらね、これね、縦半分に切って、もう一回縦半分に切って、ちょっとね、太すぎるので、まあ、キュウリぐらいというかね、その大きさにして、これも叩いちゃいましょう。結構すぐ潰れますね。こんな感じでいいと思います。見えるかな。こんな感じでね、はい、じゃあね、こんな感じで今日はきゅうりと、長芋入りました。そしたらですね、今日は先ほどちょっと言いました、生姜とかね、大葉とか使って塩味でもいいですし、あとは塩麹でもいいですし、ちょっとお醤油でもいいんですけれども、今日はですね、パクチーがあったんですね。なのでこれをちょっとふんだんに使っていきたいと思うので、ね、でパクチーね、一束買ってもらうと意外と足早いので、ね、ちょっと何かね、エスニックとか使うのに買ってきた方も、こういうね、副菜で使えるようなのがね、ご紹介するといいかなと思ったんですけれども、ちょっとね、黄色くなっちゃったり、黒くなっちゃったりしたとか取っていただいて、もう茎ごとね、みじん切りにしちゃいましょう。ね、パクチーともすごく相性がいいと思います。ね、たっぷり。もうこれお好みの量で全然いいですよ。軽く入れてもいいしね。私は、使いたいのと、あと大好きなんでね、いっぱい入れました。はい。こんな感じ。そしたらね、今日はパクチーを入れたので、ここやっぱナンプラーですね。ね、ナンプラーを使いたいと思います。パクチー入れてね、別に塩と、ちょっとお醤油でもいいですよ。ナンプラーってしょっぱいのでね、様子見ながらですけれども、小さじ1杯ぐらい今入ったと思います。でね、もう袋に入れたので、このまま揉んじゃいますね。これね、セロリとか入れても美味しい。ね。きゅうりとセロリでも美味しいと思います。
セロリもね、合うんですよね。ちょっと味見してみます。うん、で、パク、ナンプラーを入れた場合はここにですね、少しだけレモン汁も入れると合います、ね、レモン汁とナンプラー、味見ながらですけど小さじ1ずつぐらいかなでいいと思います。はい、でこんな感じですね。でこのままね、少し漬けていただいて、一晩漬けてもいいですし、まあ、10分ぐらい漬けてもらってね、で、お漬物のようにパリパリ食べていくと美味しいと思います。ね、簡単にできました。はい、ではですね、たたききゅうりと長芋の、今日はナンプラーあえですね、ナンプラー漬けにしようかね、箸休めでぜひ作ってみてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日の動画が役に立ったなと思われた方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。またキッチンスタジオ10家の公式 LINE では毎朝献立などのお役立ち情報をお送りしております。ご登録がまだの方はぜひご登録ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。